はい、こんにちは、ビッグボーイです。フォールアウト4、続きやっていきます。前回はボストン空港を制圧、BOS の人たちを制圧して、リバティプライムがあったから、もうそこに到達するっていう目標になったけど、もう到達可能で、いつの間にかクエスト確認してたら、バージルと話すが増えてて、結構前に、結成を届けてあげたから、それで待つってなってて、様子を見に来てみた。これでどうなってる？バージル。お？あれ？人間になってる。よく戻った。多少の改良が必要だが、結成は条件付きの成功だと考えてよいだろう。おお、これはすごい。これはすごい。重要な第一歩だ。まだ FEV の一株金に効くに過ぎない。公式を一般化するには何年も、もしかしたら何十年もかかるだろう。が、君には感謝している。ラボを使ってくれて構わない。よかったら、ガラクタも自由に使え。私はその間にいくつも実験をしなくてはならない。失礼する。おお、なんか声もすっきりした感じになった。あ、アイテムが持ち出せるようになってる。じゃあこれで。バージルは元の人間に。バージル？ん？何か用があった？戻れましたと。で、前回に引き続きパワーアーマーで来てるんだけど、ミニガンをね、手元をいろいろ確認してたら、マイティシュレッドミニガンっていう強力なミニガンがあったから、これはレジェンド効果がついてて、ダメージ 25% 増加っていう。で、前回の戦闘で5ミリ弾が本当ね、大量に手に入ったから。これ使っていこう。ただもう BOS は大半倒してしまったけど、まだいる？ボストン空港移動。はい、来たぞ。依然としてね、人造人間たちがブリドウェイに攻撃を仕掛けてる。で、私はこのリバティプライムを動かすにはどうしたらいいんだ。おお、完了。ウイルスが標的に向かって進んでいます。人造人間を守るか。 OK。おいしょっと。こっちにはこんなものがあるんだぞ。あっ、強よ。おらおら、ちょっと誤爆しないかが怖い。待て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 。おら強い。あ、ベルチバード。おっと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 、パラディンタンス。勝ってー。倒した。倒してしまった。さあ、リロード完了。で、パワーマン前回ね、結構壊れちゃったり破損したりしたけど、直してあるよ、しっかりと。50% 完了。硬いな、パラディン。おら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 、勝てよお前。一旦回復のリロードもしよう。あ、上に登ってる。おらおらおら、エルターマクソンは来るのか。一旦上登ろう。おら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 、
こんだけ当ててんのに、なかなか倒れない。硬いパラディン、あんだけ溜まったのにもう切れるわ。 OK、 ちょっとここで援護しよう。頑張れ人造人間。75%。っていうかミニガンの弾は十分あったけども他が全然ないや。お、もうすぐだ。100%。空港から避難する。レッドチャイニーズの存在を検知しました。お、動くかリバティープライム。共産主義勢力による空襲を成功させるわけにはいきません。司令7395、全共産主義者を撲滅せよに着手します。おお、エアシップダウン完了。プリドゥエンが落ちた。あらららら、ニュークリアファミリー、ファーザーと話す。ニュークリアファミリーってなんだ、私のことが。ユニット X688 はあなたの戦闘スキルを高く評価しています。見に行ってみよう。パラディンダンスとはさっき対峙したけど、マクソンは一緒に落ちちゃったか。わわわ、超明るい。ちょっと先が見えないんだけど。あらららら、らリバティープライムからあそこ、あの位置からレーザービームみたいの出したからね。お、戦闘だ。どっかにエルダー倒れてるんじゃないか。お、なんだなんだ。おお、なんか浮いてる。あ、いたいたいた。ああ、熱くて近づけないのか。そりゃそうか。わわわわわ、これそのうち沈下してからじゃないと見に来れないな。ちゃんと
ニュークリアファミリー。連邦がようやく安全になったことをショーンに知らせなければ。安全にしたことでいいのか、これは。はい。この場所を円滑に運営するのは私の仕事。戻ってきた。メンテナンスを要する場合、施設部門に報告書を提出してください。ちょっとパワーマン脱ぐか。で、顔も外して。いや、ショーン。揃っているな。知らせはもう聞いた。だが、うまくいっていなかったのなら、ここにいるはずはない。うまくいってよかった。だが、無事で本当によかった。みんな無事だ。みんな無事だ。今のところは、そうだな。だが、常に危険は存在し続ける。気を抜いてはいけない。アリーはインスティチュートに尽くしてくれた。そして私にも。彼女は頼れる人だ。私が死んだら、あとはあなた次第だ。本当にできることはないのか。もっと効果のある治療法は。永遠不滅のものはない。不可避なことを遅らせることはできても、その代償はあまりにも高くつく。単にそこまでしなくていいと決めただけだ。心配しなくていい。この先に目を向けて、未来を見据えてほしい。一緒に過ごした日々は奇妙なものだった。あなたがどんな人なのか何年も想像していた。失った時間のことに思いを巡らせたりもした。分かってほしい。一緒に過ごすことができて幸せだった。出会えてよかった。同感だ。ありがとう父さん。息子の夢を叶えさせてくれたんだ。さて、休ませてもらおうか。俺はショーンを失った。再び目を閉じると、あの懐かしい生活を思い出す。思い描いていた未来像は一瞬で変貌することがある。心の準備ができていなくとも、それは誰にでも人生のどこかで起こること。ここは俺が望んだ未来ではなかった。だが間違いなく俺のいるただ一つの世界、連邦。我が故郷は引き裂かれてまた一つになった。きっと家族を探し出せる。そう思っていた。叶うならば時計の針を戻し、全てを元通りに。だが分かってる。もう後戻りはできない。世界は変わり、この先に待つのは険しい道。今度は覚悟ができている。俺には教訓があるから。人は過ちを繰り返す。インスティチュートエンドだな、今の。あ、いなくなってる。
局息子は亡くなってしまいましたと。失礼するよ、アリー。亡くなったのね。そうなのね。ご愁傷様です。とても辛いことでしょう。これからどうする？これからどうする？あの方の代役を務めるんです。当然、部屋はあなたのものです。申請書で補充して、自由に使える備品を追加しておきます。他の部署でもあなたの力を必要としているかもしれません。様子を見に行ってください。頑張ってください。なんか目が怖いけど。これでインスティチュートの責任者になったわけですか。ちょっとボストン空港を見てこよう。まだ燃えてるね。全然燃えてるね。この天気と相まってすごいことになってる。さあ、それでは勢力の一つではあるけど、一つのエンディングをようやく見ることができたんで、フォールアウト4本編実況はじゃあ今回で終了します。ただまあ、ご存知の通り、フォールアウト、まあ、あとはフォールアウト、あと他はまあスカイリムだとかのゲームはモッドがすごいね賑わってて、まあ、これから何年もすごい大型モッドとか出ることあると思うんで、番外的な感じでなんかモッド動画は上げるかもしれない、まあ、だけど本編は、まあ、とりあえず今回ここまでにしたいと思います。もう2年近く遊んでたんで。それじゃあ、フォールアウト4の動画はとりあえず今回で終了とさせていただきます。はい、ご視聴ありがとうございました。